透明シートを使って仕組みのよくわかるコトンコトンおもちゃを作ってみました。型紙はコメント欄からダウンロードできます。乾電池1本にこのようにセロテープで持ち手をつけておきましょう。クリアフォルダーで作ったシートに乾電池3本をびっちりと包みます。セロテープで貼り付けていきます。乾電池を出して内側もしっかりと貼りましょう。もう一度乾電池を戻したら今度は横側を貼っていきます。反対側は上の部分だけ貼り付けます。そして乾電池を2本抜き取って蓋をしてしまいます。角のはみ出ている部分を切り取ります。これで出来上がりです。トレーなどの上で転がしてみると、乾電池が転がっていく仕組みがよくわかります。